ウルズラ・ゲルトルート・ホンデア・ライエンは、欧州連合の政治家。ドイツ・キリスト教民主同盟所属。第13代欧州委員会委員長。旧名、ウルズラ・ゲルトルート・アルプレヒト。ニーダー・ザック選手社会、夫人、家族、保健省、ドイツ連邦共和国家族、高齢者、夫人、青少年省、セディ副党首、ドイツ連邦共和国労働、社会省、 ドイツ連邦共和国国防省などを歴任した。ベルギー、ブリュッセル首都圏地域のイクセルで生まれる。父、エルンストアルプレヒトは、彼女が生まれた頃に、欧州石炭鉄鋼共同体で働いており、後に、ニーダーザクセン州首相を務めている。兄弟が5人いる。1977年、アビトゥアに合格し、ゲッティンゲン大学とミュンスター大学で、経済学を学ぶが、 1980年に中断した。1978年には、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスに留学している。1980年、ハノーファー医科大学に転じて、医学を学び始め、1987年に、医師国家試験に合格し、医師としてのインターンを得た。続いて、母校で、婦人科の助手を務める。1991年に、医学博士号を取得。 1986年に医学教授で経営者でもあるハイコフォンであライエンと結婚。夫妻は7人の子供を設けた。1992年に第3子を出産した後、一家はアメリカ合衆国に移った。1996年にドイツに帰国し、同年より2002年まで母校ハノーファー医科大学の疫学、社会医学、保健システム研究部で助手を務めた。 2001年には公衆衛生学習信号を取得している。フォンデア・ライエンはニーダーザク先週ハノーファー広域連合に含まれるバインホルンに居住している。フォンデア・ライエンと家族はハノーファー福音ルター派宗教会に属している。1990年キリスト教民主導名に入党。1996年から1997年までセディ ニーダーザクセンシブの社会政策委員会委員を務める。続いて、セディ、ニーダーザクセンシブ医師会に属した。2001年から2004年まで、全レ市議会議員に選出され、セディ議員団長を務める。同時期、ハノーファー軍議会議員を務め、議会の保健、病院委員会会長を務めた。2003年3月、ニーダーザクセン首相クリスティアンブルフ内閣に、 社会、夫人、家族、健康省として入閣した。在任中、強い抗議にもかかわらず、失明者に対する補助金を廃止して注目された。2003年より2005年まで、ニーダーザク選集議会議員を務める。2004年12月のセディ党大会では、予想に反して、セディ執行部員に選出された。2005年2月よりセディの、両親、子供、 仕事委員会の委員長を務める。インタビューに答えるホン・デア・ライエン・フォン・デア・ライエン2005年8月、セディ・資アンゲラ・メルケルの2005年ドイツ、連邦議会選挙の選挙対策チームに、家族、保健政策担当として招聘された。選挙後の2005年11月、第1次、メルケル内閣に、家族、高齢者、女性、青少年賞として入閣する。 子ども手当制度導入、編集2007年1月、従来の養育補助金制度を廃止して、子ども手当制度を導入した。保育所増設をめぐる論争、編集同年、保育所の大増設を提案したため、あるべき家族の姿をめぐって、論争を巻き起こすことになった。保育所増設の主張に対して、 キリスト教社会同盟を中心とする与党から伝統的家族観を捨て去ったもので、従来の支持層が離反すると批判が巻き起こったのに対し、首相をメルケルをはじめとする党執行部や連立相手のドイツ社会民主党、野党同盟90、緑の党、左翼党からは支持の声が出るなど、議論は錯綜した。カトリック教会のバルターミクサーウクスブルク司教は、猛反対したのに対し、 ベルリン数キ業、ゲオルク・シュテルチンスキーやドイツ福音主義協会の常、議員会議長、マルゴート・ケースマンは賛意を示した。しかし、フォンデア・ライエンの提案は連日内の委員会で、審議停止とされた。雑誌デア・シュピーゲルでのクリスタ・ミューラーとの論争で、ミューラーは、保育所は、子供の上層上、好ましくないと、フォンデア・ライエンの政策を批判し、ミクサ司教による批判に同調した。 このため左翼党内でもミュラーを批判する声が上がった。インターネット規制、編集インターネット規制に反対する、でも2009年には自動ポルノ規制のためインターネット規制を強化することを提案して大きな議論を巻き起こした。インターネットサービスプロバイダーに対して自動ポルノ提供サイトの基本的な秘密情報を連邦刑事局に提供することを義務付けるもので、 法学者や IT 専門家、人権活動家、被害者、被害者保護団体による議論を巻き起こした。この法律案は、大統領ホルスト・ケーラーが署名を拒否したこともあり、2010年2月に取り下げられた。2009年ドイツ連邦議会選挙では、ニーダーザク選手の比例代表リストから当選して、ドイツ連邦議会議員に初当選した。同年10月に成立した第二次。 メルケル内閣では保健分野を外した家族省として留任する。保健省には自由民主党のフィリップ・レスラーが就任した。同年11月、労働、社会省フランツ・ヨーゼフ・ユングが国防省当時の不祥事の責任を取って辞任したため、その公認に転じた。2013年に発足した第三次、メルケル内閣では、ドイツでは、 初となる女性の国防大臣に就任した。2018年に発足した第四次、メルケル内閣でも国防大臣に留任。2019年7月2日に、ブリュッセルで開催された欧州連合首脳会議にて、次期欧州委員会委員長に指名された。7月16日の欧州議会で、賛成383票、反対327票の僅差で、 委員長就任が承認され、初の女性欧州委員長になることが正式に決定した。これにより、国防省を辞任し、公認には、セディ党首のアンネグレート・クランプ・カレンが就任した。11月28日には、欧州議会で、フォンデア・ライエンを委員長とする欧州委員会の新体制が賛成461、反対151、危険89票で承認され、 フォンデアライエン体制が12月1日に発足することが決定した。シーベルテルスマンバーラグシーベルテルスマンミュンヘン MRZ2007ISBN978 から3から5 7 0 0 9 5 9 8ベルテルスマンシュティファトゥーングエイプリル 2007ISBN978 から3から892049272ありがとうございます。